よし、増白店やってきました。というわけで、今回のコラボ超究極第2弾か、増白店やっていこうかなと思います。で、ギミックは、昨日いろいろと話してたけど、重力と地雷と貫通で来いよのステージ。あとは、地雷を持ってないとまともにダメージ通りませんよっていうのがあるところ。あとはまあ、昨日の予想動画で少し話してたけど、ヒットポイント共有方式がどうなのかっていうのは気になるところね。というわけで編成は、あ、鬼滅コラボ意識してきました。まあ、タンジェロ・ネズコ。で、新能なんですけど、声優は可能なんで。で、終末運命共同体も、まあ、アンゴルモアは関係ないけど、ノストラダムスは、確か無一郎のカラスでしょ。で、ベートベンさんは、姫島さんと、ゾロはゾロ。というわけで、やっていこうかなと思います。まあ、周回系なんでヒットポイントさえ担保しとけば、まあ、10% 削りはいらんっしょ。というわけで、この編成でやっていこうかな。まあ、BGM どうなってるか。背景は多分、増白店だったら森よね。あ、そうね。あ、しかも、ウロギのあれがある。そして、ぷよぷよがいて、あ、でもなんかヒットポイント共有臭いな。あのなんかドグみたいなやつがいるときって大体、ヒットポイント共有方式だから、とりあえず、ひし形ショットで、ぷよは全処理する。これは共有してないか。初手貫通はじゃあ絶対っていう感じね。で、うわ、地雷の展開量多いけど、爆死も早いな。で、多分これを地雷持ってないと殴れないし、弱点もあるから、2個持ってないとダメと。どう？微妙いな。やっぱ超マイン持ってないと結構きついかもね、これ。あと、スピードアップこれ入れといてよかったわ、週末の。これのおかげで結構役に立つと。あとは、あ、でもこれバイタルキラーの恩恵もしかして結構でかいんじゃない？もしかして。あいつ明らかにヒットポイントめっちゃ多いでしょ、ボスより。ヒットポイント共有してる鬼。これ殴って殴る。お！強っ！これ週末だわ、闇属性で強かったら。まあ、でも必要なのは光属性なんだよな。そしてゾロが出てきて、SS 短縮も持ってる、ゾライも持ってるから、できれば初撃は初っ端からちょっと巻き込んでおきたいな。あ、強い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 。よしよしよし、いい感じいい感じ。ゾロも弱点キラー M 持ってっかんね。その辺のキャラ連れてくるよりか絶対強いから。あとは、玉ねぎか。玉ねぎはとりあえずひし形ショットで倒す。多分、私の予想だけど、これ多分玉ねぎも地雷持ってないと倒せない系玉ねぎでしょ。倒す倒す。そうね、地雷持ってたらとりあえず倒せた。ちょっと神王で検証してみようか。この玉ねぎ、地雷いるのかどうか。どっちなんだいみたいな。どうだろう。ああ、そうね。地雷持ってないと、この玉ねぎ絶対倒せんわ。よし、オッケー。あの地雷爆発して即死みたいなことあんのかな？で、友情コンボは通じないと。鬼はやっぱり鬼。あの土偶はマジで何のための土偶なのかマジでわかんないけど、とりあえず、バイタルキラーとか持ってるキャラこの辺強そうだね。あとは弱点か。でもこれ完全に、この時にも共有してくるってことは、まあ、ボス戦でもハンテングと本体ハンテングが分かれてるパターン。いや、あるんじゃねえのかなと思います。背景で、ウロギの多すぎでしょ。で、一応これ、プヨの攻撃もよくわかんねえし、食らってみるか。プヨの攻撃は何じゃろな。ヒットポイント減少系かな？違う、ただのレーザーか。そして、ゾンビは2体蘇生かな？うわ。あ、でもこれ、地雷ないんだ。じゃあ、これは成功法で倒していけか。多分、だから、ゾンビの中央を殴りつつ、あとは、プヨをある程度削ってって。あ、そうね、そうね、そうね。普通にこれ、友情コンボとかで削れてるから、そこまでかな？ゾンビはゾンビを蘇生しないのかな、雰囲気的に。じゃあ、とりあえず一旦これは、確実にゾンビ処理。今ここで倒すんだ。たとえ、相打ちはなったらダメだけど。よし、オッケー。この後ハート回復すればいいしね。全然オッケー、全然オッケー。じゃあ、あとは、こいつ倒したらボス戦か。もうちょっと SS 貯めておきたいな。あと、ゾロの SS ターン短縮だけは先に入れておこう。それで抜けよう。あ、やべ。友情は？よし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 。あ。え？あ？深い、不愉快、極まれり、極悪人どもめが。今回は炭治郎入れてたところで特殊やつないかな。いや、ちょっと待ってくださいよ、プヨ。いや、あいつなんか8万くらいダメージ受けた時点で死ぬんですが、あ、しかもハンテングちゃんといる、ちゃんといる。いや、原作再現ね。いや、これはじゃあ、
こっちの共有予想が当たってたのか。とりあえずゾンビは絶対倒しておきたいから、とりあえず初撃これで殴りに行っとく。でプヨも倒す。これあれだな、なんか友情コンボですごいこのプヨプヨ倒せるね。なんか40万ぐらいで今死んでたから、毒でも死んでたし、なんかそういう系なのかな。ってことはこれ、ちょっと待って、一つ私疑問なんですけど、これさ、ボスヒッチューの攻撃どっちに飛ぶ、ハンテングに飛ぶかな。これ将来の私のワンパン動画で結構気になるところなんですけど、今回ボスヒッチューいないからな。とりあえずこれ殴りに行って、まあ、ハンテングじゃないや、増白点はどうせ殴りに行っても全然通用しませんよと。ってことは、地雷を結構持ってないと、ハンテングに通用しないか。とりあえず拾いに行く、殴る。しっかり弱点ちゃんと決めないとこれきついな、弱点ちっちゃいし。おっ、あ、びっくりした。でも地雷は爆発してもそんな大したダメージじゃないの、ね、ありがとうございます。でもハンテング大丈夫ってことは、これつまり、たくさん地雷持って殴りたいからな。ここで殴る。強っバイタル強っ。これあれだな、週末クソ強いな。で、これもしかしてさ、あれ？これゾロの攻撃。あ、でも、ゾロで割合ぶち込んだところで多分これ多少削れてるから、なんかたまにあるヒットポイント共有大ダメージみたいなのは、そんなになんか期待できなさそうな気がする。まあ、とりあえずこれもぐるっと回って、やべ。だしっかりこれ弱点も、これあれだな、なんか2回殴ること考えなくていいわ。1回でいい。1回、地雷持って殴れればそれでいいわ。もう弱点がちっちゃすぎてむずい。よしよし。え、これは？あれ、週末どんぐらい強いのこれ。週末強すぎなんですけど、あの一人であれだけ削ってたら。で、神王のバフはこの次だな。地雷持って、うまいこといけたら、ここで V 字で帰ってきて、これで弱点。こう。よし、OK！いや、ありまくりです。弱点めちゃめちゃ小さいし、本体もちっちゃいし、地雷がお前のせいで邪魔だし、不満ありまくりでございます。玉ねぎは多分さっき見せた通り地雷持ってないとダメだから、まあ倒しに行きますと。大号令ぶっ破してさっさとこれ使っちゃってもいいか。そうね、あのゾロの SS 使おうと思ったらこれ、あれだな。さっさとこの玉ねぎを処置しておかないと、玉ねぎを処置しておきたいからこうだな。これで、ある程度はいけるっしょ。こうの方がいいか。これで、炭治郎くんと、よし、これでいろいろいけるな。多分全玉ねぎ処理できる。あ、しまった。大賢者だ。しまったな。なんで私は今大号令を使うつもりだったのに。しまった。完全に今私大号令のノリで、大賢者使っちまった。完璧なミス。で、ハンテングに攻撃当てたところで、多分これダメージないっしょ。まあ、とりあえずこれで一発弱点殴っとく。そうね。強っ。強っ強っ、え、ゾロ強っ。いや、これ炭治郎さんの SS 当てたいな。これゲージ切ります。ゲージ切って、いやでも命さえ、これ炭治郎の SS はとどめに持っていきたいところあるけど、いやいや、なんか当てるチャンスなさそうだし、ここでゲージを切る。炭治郎は重力バリア、そうね、重力バリアゲージだから、ゲージをわざと切ることで避けられる。はい、よし、オッケー。どうだ、二中の竜かぶり舞い。どう、どれぐらいダメージ与えてるこれ。でもあれだな、ワンパンきつっていうか、これワンパンしようと思ったら弱点強化でオーデンタ、わたつみ、あ、でもこれわたつみ連れてきたらクソ強いぞ。あ、でも大したダメージねー。まあ、とりあえずこれでゾロに接待。で、これは私はもうこれから喋り続けないと著作権アウトで動画消さなきゃいけないんで常に喋り続けます。とりあえず、神王バフを与えてゾロの SS だな。ゾロの SS でどれぐらい削れるのかが私見てみたい。なので、ていうか割合だな、どっちかっていうと。これで割合当てた時にどれぐらい削れるのかっていうのは、ちょっと私ゾロの強さのために見ておきたいな。どうせ地雷持った煉獄を握りしたら 100% ぶっ飛ばすんだから、まあ玉ねぎ処理のために大号令は使っておいて、これで縦貫すれば大丈夫かな。はい、とりあえずこれで
これ姫島さんの声ね。我らの音楽をって言ってるの。これ多分そんなに大ダメージないでしょ。オッケーオッケーオッケー。さあ、あとは、じゃあこれを、あ、いやーありがてえ。あ、これ地雷持って、いやダメだな。地雷持った煉獄おにぎり当てると、それはちょっとわかんなくなるから、できれば、あれだな、最初にこれは触れて、横間で下がっていって、地雷を持ってない状態のおにぎりで、割合でどれぐらい削れるのかっていうのみたいな。あんまり削れないかな。どうだろうこれ。どうせこんなもん地雷、普通に友情コンボも多少通じてるな、これ。さあ、どうだ。どうだ。は？強っ。これ、ゾロの割合って、ちょっと待って、これ、軽く使用説明しとくと皆さんも使うだろうし、ヒットポイント確か、6割切ったぐらいから、だんだん威力上がってくんですよ。これより上だったら確か、2割だったか3割だったかな。なので、もし仮に例えばヒットポイントが、このぐらいしか、このラインぐらいだったら、多分、余裕でゲージ飛ばす。あ、これ、いけるな。将来の私のワンパン動画でゾロ使おう。これ、余裕だ。じゃあこれで命を持って、罪を償え。これで、よし、OK！あ、でも、これ、ハンティング、撃破演出入るのか。いや、これ、私、ちょっと、来週なんか追加来るんだったら、ハンティングのすべてを凝縮したクエストを一つ作り出すかなっていうのを思ってたんですけど、なんか、太陽に溶ける炭になる演出あれ入ってるってことは、ハンティングは完全に撃破された扱いなんで、来週クエスト来んのかな。まあ、そんなこと言いつつ、ジョジョコラボの時は同じボスでもう一回やってきたから、あれなんですけど、どうなんだろう。あ、でも意外とドロップするね。やっぱ、バッケツ等使ってるからか、ドロップ率 1.5 倍か。その恩恵はかなりでかそう。よし、とりあえずこれで、なんとかなりましたと。まあ、でも、ゾロ強かったな、一番。ゾロ、通常の殴りは、あれだな、週末で、SS はゾロクソ強。タンジェロさんはちょっと、ゲージ調整しないと多分、日運の竜被り前、あれ無理でしょ。なので、そんな感じになってるかな。とりあえず皆さん、ゾロ使って、光属性だったら、まあ、オーデンタと、日運の竜被り前コンビか。なので、これキャラ、おすすめしておこうかなと思います。じゃあ、周回して運曲作ります。ごきげんよう。